さあ、続いての種目は5人6脚でーす。よいしょ、よいしょ。さあ、こちら距離は 50m でございますが、はい、でも結構距離ありますよ、こう見ると。きつく縛り合って、はい、まあ、きつく縛らないとね、危なかったりもしますんで、ね、どうですか、皆さん経験あります、こういうなんか二人三脚とか。まあ、ブルマに縛られたことある。いやいや、聞きたくなかったな。縛られた。原作ではなかったけど、そんなシーンは知らないやん。プライベートでそんなことあるんですね。まあ、いや、そうじゃなくて、うん、縛る違いですよ、それは。なんかこういうのあります、まあ、オラは縛りながら、うん、まあ、あの蜂をこうポンってやって、あ、まあ、亀仙流のね、修行の時にね、木に縛られながらやったことある。いや、でもその、人とはないでしょ。人とはそうだな。でもリアルにあります、学生時代とか。うちのブーの、ブーのがなんか変な触覚に縛られる、うん、いやいや、なんかそれはあるかもしれないけど、ぐるぐるの、オラはあのぐるぐるガムでこうぐるぐるに、ギアンのね、技でありますけど、そうだけど人とこっちの方が縛られてる。あ、いや、何の張り合いだよ。俺多分何の対決なの。重中中のやつにもやられた。やられたじゃないですよ。いや、そういう勝負じゃないから。チーム戦です、大丈夫ですか。こっちはもう人生二人三脚みたいなもんだから。あ、プライド乗るぞ。こちら真ん中にしようよ、あとはもう俺たち。そうだそうだ。おー、確かにちょっと最後端っこを切り捨てていく。俺もカーフラーだよ。引きずり、引きずりだ。引きずって切り捨てるって言われてんじゃん。ね、あとキャラに縛られてるしね。えキャラに縛られてる。全員そうなの。それはみんななのよ。え、じゃあ自信どうですか、皆さんね。余裕だろ。難しそうな感じしますけど、作戦とかあったりします？でも掛け声でな。もう掛け声、うん、なるほど。なんか大事だ。なんかあっちずっとさっきからガチの相談してるんですよ、うん、あ、そうなんですか。勝ちたいのか悪いのか。ガチなんだな。いいだろ。いや、大運動会です。だってガチの反省会してたじゃん。うちは結構時間よ。うちはちょっとあの普通じゃねえやり方で。普通じゃないやり方。ちょっと革命が起きちゃう。革命が起きちゃう。まあ一応なんかそれなりの作戦があると思う。覚えなきゃいいかな、革命に。はい、じゃあちょっと早速始めましょうかね。よっしゃ。じゃあスタンバイお願いします。続いての対決は5人6脚。息を合わせて転ばないように頑張ってください。よしよし、うわ。さあ、それでは参りましょう。5人6脚位置について、よーい、ゾッ、せーの。さあ、始まります。歩いていくんですね。あ、こういうイメージだったんだけど、僕は。あ、作戦変えましたね。ベジータさんチームは着実に余裕で、余裕あれ、おっとさ、野沢さんチームが食っちゃった。いや、勝った。関係ねえ、ジャスラック。すごい喜びだったぞ。写真判定は。さあ、終了、勝利はベジータさんチームでございます。いやいやいや、ベジータさんチームでした。いやいや、なんなら待ってやってたから。ベジータさんチームでした。遅すぎて。はい、アクリが出た。余裕ではなかった、微妙だった。寝てたぜ。いや、まあ、ちょっと、はい、1ミリ。いやいや、ちょっとどうかなとは思いましたけど、あの、全然ベジータさんチームでした。はい、さあ、ちょっと、そうですね、はい、最初に、どうやって立ったらいいの？ゆっくり、ゆっくり立ったらいいの？協力して、協力して立ってください。はい、ガットステージか。仏像ね、大仏でいいのよ。情けない。全くチームワークがない。悲しいならな。まあ一応、まあベジタさんチーム、僕もちょっと、あの、思ってたのと違ったんですけど、いや、走ってくるイメージだったんで、それではまあ、1、2、1という、もう着実な、いや、別に、いやいや、いいんですよ、いいんですよ。いいんですけどね。はい。いや、セクシーすぎるな、お前。トップ、おい。
何言ってんだよ、大変だ、やめろよ、やめろよ。いや、そっちでちょっと気になっちゃって、で、パッと野沢さんチーム見たら、野沢さんチームは野沢さんチームで、なんか変な動きしてませんか、最初。トコ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 みたいな、なんかたま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 ダワ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 で、いや、いいの、その気温は。何が、なんかトントン相撲みたいな動きが。だから、それが一応作戦だったの。なるほど。もう歩幅関係なく、もうそのちょこちょこちょこって全員こう歩幅で、もうこの刻んで刻んで、ミスはないと思った。ただ、もうあまりにも遅かったね、パッと見たらもう半分以上で、途中から切り替えた。そうですよね、めちゃめちゃ早かった。めっちゃ早かったよ、切り替えたの。最初からあれで一気にちょっと、そう、リアルに後半、あ、野沢さんチーム、あ、そのまま行くんじゃないかと思ったもん。いや、ちょっとな、ちょっとな、最初から本当あれでよかったのに。でもなんか、面白かったな。いやいや、まあね、面白みはありましたよ。アイドル大運動会、面白くもなんかもない、面白かっただろ。こっちもこっちでね、走り方。いや、走ってはなかったからね。走りやな、お気に入ったやつだった。ジャスラックと。もうちょっとなんか聞いてるとか、聞けてるの見たかったな。なんでジャスラックがもう入ってきたの、後半から。わけわかんない。はい。ということで、一つの提案をね。そうですね。どうですか？どうですか、皆さん、この走り方。この走り方。次の運動会で皆さん。やらねえよ、みんな。地味すぎるし、ほんで。はい、ということで、5人6脚はベンジャさんチームの勝利です。5人6脚はベジータチームの勝利。ベジータチームが10ポイントリード。野沢さんチーム頑張ってください。フリーザとマロニエールの惑星突撃隊。あ、モノカさん、ののかさん、ののかさん、は、早い。この私が目で追うのがやっとの超スピード。増えた。その技、パワーもスピードも4分の1になるから気をつけてください。何してるんですか、まなみさん。これはいいところに、ザーボンさん、ドドリアさんと一緒にイチゴ狩りとやらをしてみようと思いまして、どうやって狩るのかののかさんから聞き出そうとしてたのですよ。なるほど。7人の長老と知恵比べをしたり、力比べをして勇者と認められればイチゴを譲っていただけるとは聞いたのですが。それナメック星でドラゴンボールを集める時の方法ですよ。何？イチゴの収穫量日本一の栃木にはイチゴ狩りができるところがいっぱいあります。どの農園さんでもこう横にクンとやって収穫するんだよとか丁寧に教えてくれますから、気軽に行ってみたらいいですよ。長老を締め上げる必要はないです。わかりました。では最後にもう一つ質問を。ののかさんはなぜあんなことになっていたんです？1月15日はイチゴの日ですし、今がイチゴの食べ頃ですから、あっちの農園さんに行って、こっちの農園さんに行ってと、体がいくつあっても足りないみたいですよ。ああ、だから4人に増えたんですね。ってなりませんよ。怪物競争でーす。よいしょー。さあ、どうぞ。一個と二個。どこがね。よーい。さあ、始まります。歩きで行くんですね。あ、こういうイメージだったんですけど、僕は。おっとさあ、野沢さんチームが。野沢さん、お、野沢さんチームが。ちょっと、あ、追いついた。あー、ベジータさんチームの勝利。いや、ジャスラ食っちゃった。いや、関係ねえ、ジャスラ。すごい喜びだったぞ。